タンポポフエリス頼むで。ぶっちゃけ。吉沢リオカツ飯ファシリテーター頼む。うん。多分どっちも。気持ちいや心強いわ。どっちも年は同じだし、でムクタリアンの視聴者同士だから、ムクタリアンが二人を繋いでるはずだから、ちょっと俺じゃちょっと怖いらしいんで、ちょっとなんで今ちょっとなんか静かな感じになってるのか、ちょっと自信からちょっとメイミルクに聞いてくんね。正直。俺ちょっとミュートにしてるから。なんて聞けばいいの？あ、そのなんで今なんかそのなんか声がかすれて死にそうな声になりながらよくわかんない、よくわかんないこと言ってるの。怖いんだよ、カツムシのことが。あ、そうなの？正直、いや、あれじゃないの、なんかムクタリアン女ができたとかそういう話じゃないの？なんかそれで病んでるとかじゃないの？どういうこと？え、違うの？ぶっちゃけどういうこと？え、なあれさ、俺から聞くと多分さ、あれ答えづらいだろうから、俺ちょっとミュートにしてるからさ、七人さんからさ、その同い年の女子として、なんで今こうなんかかすれそうな声で呪文みたいなこと言ってるのかちょっと聞いてくんね。だからお前が怖いんだっつの。あ、そうなの？じゃあなんで入んの？じゃあ映ってくる。お前がミクさんのリスナーじゃない、うん、あ、そうなの？そうなんですか？KM かつめし怖いリザルリザル。リスナーからミクさんに似てるって言われてミクさん知ったから、あ、リスナーかと思ってました。え、ムクさんのリスナーじゃないのに逆に面接出てたの？いや、その言われてからは見てたけど。義務で見てたんだ。義務で読んではないけど。え、じゃあ結構じゃあ特権使ってね、正直。リスペクトだよ、なんか。で、見てないのにリスペクトできんの？違う、だから。その説明するの苦手なんだよな。あ、大丈夫、マジで待つから。うん、今、マジで永遠に待つから、5時間ぐらい。リスナーから言われて見始めて、なんかムクさんすごいなと思って見てた、そっからずっと。あ、じゃあやっぱそのムクタリアン見て、なんかその、正直なんか精神的に救われたみたいなのあるんだ。吉沢リオ配信始めた時は知らなかった。なんでそんな誇張するんですか？え、配信だから。エンターテインメントだもん、だって。うん、正直な話。シチチンはあれなんだよ、ムクタリアに正直救われてるから、実際誇張なしで。マジで。まあ、一番最初に見たのがムクタリアンだったからね。そうそうそう。うん。うん。あ、じゃあ何？面接終わった後はじゃあムクタリアン見たの？じゃあ。結論言うと。グッピー女が向くって言われて気になって見出したんだよね。300人くらいの時かな、200人か300人くらいの時に、なんかそれってムクさんに似てるって言われて。あ、メイミルクさんが300人くらいの時？そう。あ、そうなんだ。じゃあ視聴者におすすめされてみたんだ。そう。あ、そうなんだ。その時ってまだ毒舌キャラやってた？吉沢リオ面接とかよりはもっと前に出てたってことでしょ。あ、その頃よりブチギレ出し、その頃からがブチギレ出したんだ。あ、じゃあ正直さ、その女版ムクタリアンって言われて結構その無理してる感はあるんだ。いや、そのメウタリアン最初にムクリスがメウ様に喧嘩打ったのが始まりです。あ、ちゃった。 KM カツ飯で男体勢つけてこ。俺って男なの？男体勢つけてこってコメントついたけど、俺男なの？俺男とは YouTube 一言も言ってねえけど。タンポポフエリスムクチーズ戦からじゃね。ね、なんかいなくなっちゃった。いちごうさぎミルクメウミルク疲れてきた。そうだね。